オニチャはナイジェリア南部にあるアナンブラ州の都市である。ニジェール川の東岸に位置する。オニチャ都市圏は河川港で知られており、商業、産業、教育の経済的中心地である。1993年の推計人口は345-00人。オニチャはベニー王国からの移民により16世紀にアドニールとして建設されたと考えられている。 しばらくして、オニチャの帯の収めるイボニーの王国になった。1857年には、イギリスの商人がパーム油の交易拠点を築き、キリスト教の宣教者がこれに続いた。1884年には保護料に組み込まれた。イギリス当局とキリスト教宣教者たちは、ニジェール川左岸の支配や、宣教のために加工であるオニチャを大いに利用した。 イギリス領とされてからニジェールガーサガン南部は東部ナイジェリアと呼ばれるようになったが、歴史的にイボは北部のハウサ族のカノヤ、ザリア、西部のヨルバ族のイバダンのような都市文明は形成しなかった。オニチャは1850年代には王立ニジェール会社の重要な港となった。奴隷貿易の禁止後、パームヤシやその他の監禁作物が均衡で栽培されるようになった。 イギリスの入植と入れ替えに、内陸の住民がオニチャに集まるようになった。ニジェール教場1965年、朝サバとの間に、ニジェール教が架けられ、フェリーに変わった。そして第二の橋の建設も何度か計画されている。オニチャは、東西ナイジェリアの通商拠点として栄えたが、ビアフラ戦争でオニチャも荒廃した。石油ブームによりオニチャの人口は増大したが、 戦争の傷跡は言えず、都市への人口流出が止まらない。急激な人口流入により、スラムには、旧ゴシラへの異様な建築物が立ち並ぶ。これは、ニジェール川沿岸に多く、大型船の加工域の北限部分を占拠している。ニジェール川左岸に位置し、近隣の都市としては、エヌグ、ウムアヒア、オーエリ、ベニンシティがある。ビール、ミネラルウォーター、靴、 木材、タイヤ、釘、出版物などが生産される。伝統産業には、漁業やカヌー作りなどがある。作物としては、パーム油、トウモロコシ、ナツ、野菜、果物が栽培される。オニチャの通り河川効果トリックと西公海岸に、大勢力である。女子の教育代やハンセン病の療養所がある。旧市街には、西アフリカ最大規模の過剰に集積された市場が、 あるが、インフラは、植民地時代の道路から整備が進んでいない。2006年2月には、民兵が24人のハウサ、フラニジンを殺害し、2カ所のモスクに放火した。このボートは、ムハンマド風刺漫画掲載問題に橋を発した、数日前のマイドグリでの18人のキリスト教、と殺害への反応と見られている。オニチャの先住民族は、イボ人であり、イボ語を話す。 2016年の都市的地域の人口推計値は742万5千人である。ありがとうございます。